コキア。1976年7月22日隊は、日本の女性シンガーソングライター・ボーカリスト。内閣府、災害被害を経験する、国民運動のサポーター。バイオリニストの吉田京子は実施である。バイオリニストの吉村ひまりは名である。1998年デビュー。芸名は、本名、秋公客から読み、コキア。それを、ローマ字表記。 コキアにしたものである。誕生日である7から8月に花をつけるコキアという名前の植物がある。なお、後の一作、調和音、with reflection では、日本語で仮に読んだ歌詞を反転させ、架空言語の歌詞を作り出して読んでいる。幼少の頃から、バイオリンやピアノを通じて、音楽の楽しさと触れ合う。小中学校は、立教女学院に通い、 三美歌に慣れ親しむ。東方女子高等学校音楽科を経て、東方学園大学音楽学部に進学。また、学生時代に ECC のホノルル市長バイ英語弁論大会という、日本の高校、大学生対象英語スピーチコンテストに出場し、優勝した。大学在学中の1998年にシングル、愛しているからで、ポニーキャニオンよりデビュー。2000年、 ポニーキャニオンとの契約が終了すると、RKS 作品に、ボーカリストとして、シングル2枚とアルバム1枚に参加する。2001年、ビクターエンタテインメントと契約し、移籍後、第1弾、シングル、ともにを発売。2003年、8枚目のシングル、変わらないことシンス1976が、ドラマの主題歌に、続く9枚目のシングル、ザパワーオブスマイルが、 CM ソングにそれぞれ起用され、テレビ朝日系、ミュージックステーションに、ザ・パワー・オブ・スマイルで、初出演した。2004年、アテネオリンピック、日本選手団公式応援ソングとなった11枚目のシングル、夢が力が、テレビや新聞などのメディアに広く取り上げられた。2005年日本国際博覧会では、加藤時子らと共に、自然をコンセプトとしたライブを実施した。 2006年、初のベストアルバム、パール、ザベストコレクションと、初の DVD、ジュエル、ザベストビデオコレクションをそれぞれ発売。同年5月、個人事務所であるアンコ &CO を設立し、独立。独立直後には、六本木スイートベージュルにて、初のマンスリーライブを開催。第1、第3火曜日にネットラジオ、古希役曲を放送したり、映画、 おじいちゃんのチューリップを制作したりと幅広く活動している。2007年、富士テレビ系、河津くんの検索生活で楽曲、ありがとう、が使用され、反響を受けたことで同曲が再発売された。また、新潟県中越沖地震の災害を受け、柏崎コミュニティ放送のみでの楽曲、私にできることを提供した。この曲が放送局で流れるまでの行きさつは、 テレビや新聞等でも取り上げられた。この時の読売新聞の記事の抜粋が高校現代社会の資料集に掲載された。また、自衛隊からの招待を受け、柏崎市民プラザにて、同年8月6日に未来へ羽ばたけ柏崎コンサートで3000人の観客を前にして、陸上自衛隊東部方面音楽隊の伴奏で応援ライブを行った。同は、 自主制作版として、新潟県柏崎市を中心に発売されている。11月には、ビクターエンタテインメント内部のアニメ、作品専用レーベルである、フライングドッグより、シングル、ホローザ・ナイチン・ゲールを発売。2008年からは、アルバム作品を中心とした、作品発表を行っている。ジャズ音楽専門誌、アットイブでは、アガツマ・ヒロミツや、小泉・ニロと共に、 アドリブアワード2008国内ワールドニューエージ賞を受賞した。また、新潟県中越沖地震においての今までの復興支援活動が評価され、社団法人日本青年会議所主催の青年版国民栄誉賞第22回人間力大賞において福祉、教育のジャンルにノミネートされ、2008年度町づくり市民財団奨励賞を受賞している。二千九年、 ヨーロッパツアーを終え、ライフトリロジー命の歌3部作と題し、3部構成で配信限定シングルのリリースを開始。第1章、君を探して、ラストラブソング、第2章、シングルマザー、クリスマスの響き、翌年にリリースされた第3章、孤独な生き物、あの日の私に、は、限定配信された iTunes Store の J-POP アルバム部門において連続1位を獲得した。 2010年、日本赤十字社大阪府支部で制作した、赤十字社の活動映像を、私たちの思いの BGM に、コキアの命の光が採用され、日本赤十字社大阪府支部のホームページで公開される。2011年、ゲームソフト、ファイナルファンタジー30-2のゲストボーカルに参加し、ノエルのテーマ最後の旅を歌う。2012年、 清本律子がもともと歌っていた、イタリ学館高等学校校歌、ドリームチェイサーのコキアの歌唱による CD 化が決まり、シングルとして発売された。2013年から2014年にかけて、ロンドンへと映していた。2014年、結婚。2016年、出産。2017年、新潟県中越沖地震10周年、合同追悼式にて追悼この歌を行った。 2017年からトントントンプロジェクトの一環として動物をテーマとしたアルバムをコキア印にてリリースしている。COVID-19 によりコンサートが中止になる中、2020年4月より配信ライブ1 2 1 for y 4 u を開始した。この配信ライブは YouTube のコキアオフィシャルチャンネルで行われることが多い。 同年、音楽デジタルディストリビューションサービスであるトゥーンコーを用いながらシングルのデジタル配信を開始した。同年、ロンドンへと A した。海外では早くから注目され始め、1999年、アルバム、ソングバードが香港で発売され、その中に収録された3枚目のシングル、ありがとうが、同年の香港国際流行音楽大賞で3位を記録し、 サミー・チェンが、関東語でカバーした、ありがとうが1位を記録した。また、アルバム収録曲、私は歌う小鳥ですは、香港圏域のファンケルのテレビ CM ソングに、起用された。これを受け、香港でワンマンライブも行った。2001年、遺跡第2弾となった5枚目のシングル、聖杯が日本を除くアジア地域で、資生堂のテレビ CM ソングに起用された。 同年末には、香港の大晦日の4大カウントダウンイベントに出演。上記の、ありがとうの香港でのヒットもあり、この流れで、日本より先に、アジアで人気を確立する。2002年には、アルバム、トリップトリップ収録曲の A ギフトが、ヨーロッパ全土のスバルのテレビ CM ソングに起用された。また、サントリーウーロン茶の CM 曲を書き下ろし、 中国・上海で放送される。中国ではアルバムトリップとリップにこの曲を収録した特別バージョンが発売される。2006年は音楽の国際見本誌であるミデムにリンやリエフーラと共に出演。フランスではアルバムアイガキコエルが日本版に先駆けて発売された。また2006年2007年はパリで2008年には フランス・ベルギーでライブを行った。特に2008年のパリ公演ではおよそ1800人を動員し、フランスでも人気を確立しつつある。2008年12月にはミュージックギフトプロジェクトと称して、リメンバー・ザ・キスを収録した CD をニューヨークで1万枚、サンタクロースの衣装を着て無料で配布した。この活動に対して、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領とローラ・ブッシュ夫人から感謝の手紙が送られた。リメンバー・ザキスはアメリカ同時多発テロ事件の映像に接してコキアが作成した曲である。2009年にはフランス・ベルギード・イツ・ポーランド・アイルランドでのライブを行った。ワールドツアーで複数の国で公演を行うのは2回目。2010年には ロシア、ポーランド、オーストリア、ドイツ、フランス、スペイン、イギリスでのライブを行った。現在、アルバムは全て海外で発売されている。なお、アルバムには歌詞が英語のみの曲も収録されていることが多い。2016年には中国でのライブを行った。2017年には中国でのライブを行った。2018年には中国でのライブを行った。 2019年には中国でのライブを行った。2021年にはビリービリーの古希や公式アカウントのフォロワー数が10万人を超えた。母子家庭で育ち、祖父は海運会社を経営していた。音楽性や歌声は音楽評論家の富澤一世に高く評価され、M の目視録で紹介された。題名のない音楽21では、 オーソーレミーオで29.5秒間のロングトーンを披露した。また、第56回全国利用競技大会のオープニングセレモニーでは国家君がよを独唱した。大のエクアドルンバナナ好きである。エクアドルさんにこだわりを持ち、ラジオ番組では産地を明かされない状態の複数のバナナを出される中、食べ比べてエクアドルンバナナを言い当てた。幼少時より、 スキーに親しみ、シーア限定シルバークラスを取得した。配信限定シングル RK スタンダードフィーチャリング、コキアシングル非売品シングルオリジナルアルバムコキア、印限定販売アルバムコンピレーションアルバムカバー、アルバムライブアルバムコラボレーション。ありがとうございます。